いざ導かん闇の力を秘めし者を。俺もツムの面倒を見ることになったんだ。迷惑をかけないように気をつけるが、一応先に謝っておく。小さく丸く無害そうな生き物だが、角も生えている。油断ならないな。紹介しよう。新しくディアソムニアの一員となったツムだ。用があれば気兼ねなく招待するといい。